写真だ、写真。なんかカラフル。あ、本当だ。なんで片言だったのよ。あんた、日本語忘れたの？今すごい変だったよ。閉めちゃった。ベトナムに戻る。ベトナムなんだ。うん、ハヤだよ、ハヤさん。ハヤ。おいおい、喋んなさいよ。あ、いいですか。はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。しまくインスタライブもチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。情報、はい、おっ、届く。はい、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 今日は、ブラウンのブーツが入りましたので、はい、こちらで、はい、こうそちらを主に、あと他のブーツも含めて噛むな最初からあのいろいろ着させていただくので、はい、ぜひご覧ください。はい、ショートブーツ、ロングブーツ、はい、いろいろと揃ってきましたし、はい、やっとね、念願のブランができたから嬉しくてしょうがないわけよ、はい、これをみんなに見てもらいたくりまくりたい。すごい喜んでいただいてますね。ね、うん、なんかあの前回というか、あのヤギ側のブーツと本当に感触が違って、うん、今度のやつはブーツっぽいわねっていうね、うんうんうん、あのそう、ヤギ側のブーツに関してはスニーカーの、ね、延長上ぐらいの感覚で履いてほしい柔らかさと、こちらはちょっと構築性がね、うん、出てきた、うん、まあ、両方あると余計いいかなと、うんうんうん、そんなわけですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ビールして、カイロを君突然振る、はい、練習、練習、大人になるために。大人になるために、うん、まだ喋りが子供だからね。はい、じゃあちょっとブーツ持ってこよう、はい、そうなんだ、あれブーツない。はい、じゃあおいおい、大人になれ。すいません。はい、こちらの、はい、ロング、ブラウンのブーツ。はい、はい、あ、すみません、片方でいいんですか。はい、こちら、はい、すごくいい、あのブラウンで、うん、紐の色と、あのもちろん同じ色なんだけど、ちょっとこの素材の違いとか、うん、こういう、あのなんていうのかな、革のこの側面とか、うん、微妙にちょっとなんかこういうなんていうのかな、色の微妙な濃淡が黒よりもはっきり分かりやすくて、はい、それがすごい綺麗で、うん、あの本当にこう靴っていうブーツって感じの雰囲気が本当ボキャブラリーが少ないわね。本当になんか雰囲気がある靴ですね、はい、うん、ね、いい感じだよね。はい、で、まあ、先日、昨日か、あのまあ、余計なっていうかね、ちょっと無理くりなこういう感じで履いてみてっていうこともひっくるめて、あの紐を通す位置を変えていただくと、また違う楽しみが、うん、はい、はい、増えますよ。こんな感じで、うん、紐の、あ、もう早速やってはる。はい、2個開けて3つ目から結んでいただくと、はい、今回はなんとなく紐の、はい、結び目を大きく作ることで、うん、ちょっと雰囲気変わるので、うんうん、あのぜひ試してみてください、うんうん、本当にね、本当に変わります、うん、はい、です、ありがとうございます。すっごいいいブラウンなので、あのぜひ、はい、ありがとうございます。言おうとしてた、やべえ。はい、寂しい、うん、だよね。寂しい、はい、いつもありがとうございます。はい、はい、で、今回は、はい、うん、ブラウンと、うん、いうことでブラウンのコーディネートなんですけど、うん、はい、私物のちょっとカーキの、カーキブラウンのパンツに、うん、茶のタイツにブラウンのブーツに、これはあのなんか気になるね。ブーツより正直気になってる、ね、これが存在感があるんですけど、急にブームになってんだよね。
可愛いんですよ。これもうなんか3、4年前のやつ。10年以上前ですか、ね、もっと前、うん、もっと前ね、 10年くだらない前のアイテムですね。あの皆さん、うちのモッチーさんのことをワインな女と呼んでください。熟成ですね、うん、熟成だいたい3年寝かしますね、買って。はい、もうこれは10年以上前のものなので、はい、今ないんですけど、はい、まあまあこんなようなものをつけていただいてよく見つけてきましたね。基礎課長ですね。本当にもう化石かなみたいな感じになってますけど、使い方分かんなくて頭に巻いたり腕に巻いたりしてたんじゃない。ちょうどね、鹿とかに、ね、うん、クリスマス時期にちょうどいい、はい、うん、はい、これは持ってる方は、うん、あの同じ柄のセーターもあったと思います、うん、多分、うん、はい、で、うん、それに合わせて、ティッツォビアンコのカシミヤの、うん、ボーダーニットにしました、うんうんうん、これが割と評判良い、割とっていう言い方変だけど、うん、ちょっとデザインがね一癖つけてるんだけど、うん、ベーシックな感じが好きな方もこの感じのデザインはなんかむしろ受け入れて楽しんでいただいてますね。ここのスッキリ感とかいいですよね、うん、こう重ね着風になっているんですけど、ここが綺麗にシュッと立ち上がって、でこのお袖の配色の違いと楽しいですね。ボーダーのニットなんだけど、すごくこうなんか遊びが効いてる声がちっちゃい感じ、うん、近かった。あ、そういうこと、はいはい、ありがとう。君声がでかいのっていいよ、通るから。はい、声あの でかいですか。いや、いい感じで大丈夫ですか、うんうん、はい、でそんな感じになります、はいはい、でこれに、うん、なんか急にこれが着たいなと思いましてね、あ、これ、うん、突然だよ。突然変わってるよね。そう、どうしても入ってから一回もまだ紹介してない。なんかこれ一回ライブで熊谷さんが来たかな。いや、だから あれあの時だけ。そう、うん、あれ以外は紹介してないし、売り場にもまだ出てなかった。いよいよか。なんかこの時期なので、うん、こういうあのファーとかフォワフォワしたものがちょっと着たいなと思って、うん、今日はブラウンのコーディネートにちょっとファーが効いたものをチョイスしました、うん、はい、あ、今日はありがとうございました。マレーラのコートバッチリでしたね、エキスパンドさん。 ありがとうございました、はい、本当にかっこよかったです。かっこよかった、はい、でホッシーの、うん、ですね、うんうん、ファーと不白のコートです、うんうん、なんかこうこの時期のワクワクを誘う雰囲気かなって思いました。こんな感じで、あのこれそのまんま着るとこうバサッと着られてカジュアルで、あのこれはこれで可愛いんですけれども、今日は思いっきり絞って着たいかなと思います。なんかドロストは使わないね。止めるね。なんかシルエットがすごい可愛いし、ね、優しい女らしい感じ、うん、こんな感じで、あ、なんか顔を可愛く作ってない今。に、うん、そうこんな感じで、うん、ちょっとこう絞ると雰囲気が一気に華やかな感じになるので、うんうん、可愛いなと思います、うん、こんな感じになります、うん、ああいう感じ、なんか本当タイムリーにいいですね、うん、でちょっと、うん、クリスマス時期のワクワク感もありつつ、うん、割とラフで着やすいイメージでやってみました、うんうん、考えてますね、暖冬対策と、はい、寒い時の対策と、はい、ややあったかい時の対策、はい、全方位、そうですね、抜かりなく紹介させていただくという。そうですね、さすがです、はい、これ、はい、ダウンとかそういうコートなわけじゃないので、はい、寒い時はあれなんですけど、はい、なんかなんかとにかく可愛い、まあ、ほどほどの、うん、ほどほどの暖かいというほどほどの寒さにはもうちょうどいいよね。もう全然、うん、はい、でこの、ね、ファーのこの、うん、なんかベスト着てるようなこの感じがすっごい可愛いなと思います、はい、うんうん、こんな感じです。
ちょっとあのライブの途中でちょっと挟ましてください。今日嬉しくてしょうがなかったのだね。先ほど来てマレーラのコート買っていただいたお客様、今入っていただいてるけど、ほらアメリカ行ってうちのほとんど島く尽くしでね、はい、あの来ていただいて、はい、いろんな国の、ね、方々のおそらく会合みたいな感じだったと思うんだけど、みんなに褒められたってね、うんうん、外国の方にも、そう外国の方に特に褒められたって言ってね、なんかこうもう身長も終わりだからね、一番いい意味で華やかキラキラしてらっしゃってね、すっごい褒められたって言ってね、うん、お写真をね、うん、拝見、色々写真見せてもらって、はい、なんかちょっとさらに高まりました。はい、本当に、はい、かっこよかったですよね。かっこよかった、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちょっとどうしても皆さんにも言いたくて、インターナショナルな島ファッション、ここに極まれりって感じでしたね、うん、本当に、うん、かっこいい、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと差し込みさせていただきました。ありがとうね、外国の方にビューティフルと囲まれましたって、わー、なんか嬉しい、ね、本当ビューティフルでしたからね、写真もエキスパンダさんもビューティフルでした、もう嬉しいね、本当になんかまあ1週間ぐらい営業になるねまた営業くださいね皆さん、なんて長生きしなきゃいけないから、あ、いや、栄養ね、そう、栄養ね、そうそう、はい、栄養じゃないよ栄養じゃない、はい、はいはい、本当に、うん、なんかまた頑張ろうってなります、はい、うん、いや、本当にそうです、本当ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、パッションさんのおかげって、いえいえ、あ、それはあると思いますけどね、はい、うん、もう全てが良かったんだよね、はい、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、こんな感じになります、はい、こちらのコートは、うん、あと黒もあります、抜かれない、そう、なんか可愛くないですか、うんうんうん、黒も羽織ってみてくださいよ、この格好でいいですか、いや、うん、あ、その上からじゃないよ怖いからね今日はでもなんかいろいろ嬉しいことがいっぱいあったね、本当ですよね、うん、毎日毎日いろんな喜びってあるんだけど、特別大きい喜びがね、先ほど の、うん、あの話も含めてどんどんどんって、うん、いやいや、充実、明日はもっと、明後日はもっともっと、そんな感じでステーキを作っていきたいですね。あ、黒もいいじゃない、これもね、ゴージャスですね、うんうんうん、かわいい、あ、本当だ、すごいよね、かわいいですよね、このコート、ホッシーのこれだけいいコート、本邦初公開に近い、2ヶ月くらい前から入っているのになんかね、すっごい可愛いんですよ、うんうん、そうだね、はい、なんかちょうどいいぐらいだちょうどいいぐらいです、はい、なんかやっとぜやっとシーズン来たな、うん、みたいな、ね、うん、感じがします、うん、これはぜひ裏地もしっかりついてますので、はい、あったかいです、はい、うん、あ、いい感じね、はい、うん、黒はそのボアが綺麗、綺麗ですね、うん、光沢があって、うん、すごい強くて、こ、うん、んな感じのコートになります、はい、はいはい、あ、いいと思います、はい、なんか金も綺麗ですよね、随所の、ね、うん、ゴールドが、そうだよね、そうだよね、すごいゴージャスですよね、うん、このコート豪華感がすごい、着ると華やぎます、うん、あのこういうなんていうナイロン系で着やすいコートなんだけど、うん、ゴージャス感があって、うんうん、ちょっと気分が上がる、はい、でもラフに着れるっていう、うんうん、そういう意味ですごいデザインの効いた、うん、いいコートだと思います、うんうん、ね、ちょっといいねいいですよね、このラフ感とこのゴージャス感がめちゃくちゃなんかやりすぎでもないし、うんうん、あの堅苦しくもないし、うんうんうん、お旅行とかすごい良くないですか、なんか不思議なんだけど防寒とかもいろいろずっとやってきてるのに、なぜか突然これを着てるんだけどちょうどいいね、ちょうど良い感じに見えますよね、そうそうそう、It's timely ね、タイムリーです、うん、全然寒そうじゃない、うん、いやいや全然全然、はい、お旅行とかじゃあ一緒に行ってみますか、 It's timely 、はい、おすすめです、はいはい、ではお値段いきます、はい、
こちらのホッシーのコートが53,900円、はい、こちらのカシミヤのニットが26,950円、はい、カシミヤはそれ 100%？ はい、カシミヤ100です。100であるとないでやっぱりちょっと使い方に、そうですよね、はい、100です。はい、そしたら強調してください。はい、カシミヤ100です。この白グレー黒の配色バージョンと、はい、ピンクグレーの配色バージョンがあります。はいはい、いつもありがとうございます。今日マレーラのセットアップ送らせていただきましたので、ぜひ楽しみに見てください。はい、まさにベーシックをモードに着るタイプのニットだと思います。はいはい、いいね。はい、でブーツが36,300円になります。カジュアルすぎないのね、このニットね。はい、そうなんですよね。うん、ボーダーなんだけど、なんかこう普通の感じじゃない、ね。カシミヤ100をね、その贅沢にっていうことではなくて、あの普通の感じのニットに仕上げて、あのデザインもね、はい、ちょっと楽しい感じになってます。使いが回し、使い勝手のいい一着だと思います。はい、はい、おすすめです。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、大熊、あ、大熊大熊だ。あのワンピースが、はい、あの入ったので、ちょっとワンピース紹介しようと思って、2着とのワンピースで用意してます。はい、でこれはティーラベントの、ティーラベント、はい、はい、なんかちょっと、ね、今日ありがとうございました、ソガマさん。ああ、もう入ってもらって、うん、もう全部着替えていかれたね、今日。完璧でした、うんうん、店に来ていただいて、来店いただいた時も完璧だったんだけど、帰りに来て、今日、あのお友達と食事会とか行って、全部ブーツも黒で来られたのをブラウンに変えて、そう、全部変えて、そう紫もこんな落ち着いた綺麗なお色だったんだと思って、うん、そう、あのすごい素敵でした。良かったです。そうそうそう、ね、あの大評判だったと思います。あ、うん、本当にありがとうございました。ね、ですよね、テンション上がったっつってくれてたし、はいはい、あ、そう、このブルー綺麗だね。綺麗な鮮やかなブルーのワンピースです、はい、フリーサイズになってるので、ちょっとこの辺が、はい、うん、あ、もともと多分ストンと落ちる形なんですけど、うん、なんか若干こう余ってるか、体泳いでるかで、うん、すれ違いで拝見しましたが、とても素敵でした。今日はありがとうございました。エキスパンドさんとソガマさん、なんか、はい、いいつながりですよね、なんていうか、そう、そう、あ、で、そう、ここがちょっとシャーリングになってて、袖口もシャーリングになってます、うん、で、袖丈がちょっと短いっていうところも、なんかあの、はい、肌がこの時期、うん、あの全部折っちゃうんじゃなくて、少し見えるっていうところも、あのいいポイントだなと思っていて、あとここまでボタン開くんですけど、あのこれはもう飾りで、あのちょっと開けたいとか閉めたいとかやってもらって、後ろにファスナーついてるんで、ファスナー、そう、ここまでちゃんと下がるので、ファスナーで脱ぎ着ができますっていうのもあのポイントかなと思います。このなんか素材感がちょっと面白い。あ、そうか、これはもうなかったんだよね、ガオカにね。そうなんです、うん、なかった、1点ずつしかなかったの、ワンピーが。あ、うん、ワンピーが、うん、そう、だから1号店にしか今入ってない。エキスパンダさん、お会いできてよかったです。そうですね、なんかいい交流だな。2人ともバリバリのキャリアだよ。あ、うん、うん、あ、すごい仕事も頑張ってらっしゃって、うん、おしゃれも思いっきり楽しんでらっしゃる、うん、もう理想的ですね、うん、イメージ、はい、あ、でちゃんとポケットがついていて、うん、で足元は、はい、私はちょっとこれ着丈が長かったので、うん、ブラウンのショートブーツ、うん、履いてみました、はい、うん、なんか紐の色がちょっと明るめなので、うん、またいいなと思って、はい、黒で合わせる時よりもなんか気持ちがちょっと変わるというか、うん、あの上に持ってくる羽織物とかをちょっと明るくしたくなるような、はい、うん、感じで着こなしの幅が広がるなと思いました、うん、というわけで、うん、これの上に何羽織ろうかなって思ったんですけど、うん、だよね、これで一目言って言いそうだから怖いわ。で、そう、あんまり私はディスプレイしてなかったけど、うん、あのフルッティフルッタのこのもしゃもしゃのニットジャケットで、私はマレーラのコートをお迎えしました、うん、そんなつもりじゃなかったのですが、
着ると素敵でシマークあるあるケースでありました、うん、でも良かったもんね。あと4着ぐらいも良かったものね。めちゃくちゃ良かったです。うん、すんごい良かった。よいしょ。あら綺麗、こういう感じ。ノーカラーのニットジャケットで、はい、基本なんかモシャモシャしてて部分部分がこうリブが出る感じ、うん、で裾も同じ感じ、うん、であとは後ろがちょっとフラットなんで、うん、そうですね、ちょっとアテのね帽子みたいななんていうかすっきりして着られます、はい、そうね。で厚みもそこそこあるので、うん、まあなんか着た感じビュービューじゃなければ、うん、もうこのくらいで出かけられるなって、うん、そう思いますけど着た感じビュービューじゃなければこれで平気って。私は平気ですだよね本当、風邪ひく前に風邪薬飲みますからって ね、 ね、だからこのブラウンのブーツと、はい、うん、そう、あらいい。で多分足元黒持ってきてたら、うん、まあ、上もなんか暗めの色とかにしちゃうのかなと思ったんですけど、うん、まあ、せっかくの青なんで、うん、まあ、ブラウンにしたことで上ちょっと明るめの色持ってきやすくなったなっていう感じで、うんうんうん、やっぱブラウンいいねブーツと思いましたそれ見たかったです。私もそんなつもりでなかったですがシマークある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 。そうだってお見えになった格好もめっちゃかっこよくてね、ちょっとね笑ったの。めっちゃかっこいいのに全部着替えたそしてよりテンション、ね、上がった感じですよね、うん、きっと、うんうんうん、もう本当に幸せ気分で笑いましたね全部を変えていかれたからそう、はい。あ、そしたらお値段です、はい、あとティーラレントのブルーのワンピースが 41,800円、はい、でフルッティフルッタのニットジャケットが 42,900円、はい、と1号店はこの色じゃなくて黒がございます、うん、ですね、はい、黒、うん、黒、うん、何があるの？あれ深緑。あ、ほんと、あ、ここは色が違うやつだっけ。グリーンで、あの袖口のリブが茶色っていう。あ、うん、あ、じゃあ3色違うのが入ってるんだね。ひねったつもりないんですけど、ひねってる。かわいいです。はい、で、あとは、はい、オリジナルのブラウンの牛革のショートブーツが、はい、33,000円になっております。はい。はい、うん、というわけで、うん、なんかいろいろね、あの入っていただいてありがとうございます。うん、はい、あの。続きも楽しみに、うん、はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、それコートはなかったのね。それがコート代わりね、うん、さすがですね、怖いわ。こんばんは、うん、茶色のブーツに合わせるコーディネートっていうのをここまではしたのですが、うんうん、なんか反抗期みたいな感じで、うん、あ、いいことじゃない、はい、反抗大事です。ちょっとあのご作ってこのかっこいいこのブーツがまだございますので、ちょっとそれに合わせるような感じで、でもちろんあの茶色のブーツでもこの上は十分ぴったり合うと思います。でこれがあの最近入りましたこのイブルースのセーター、本当綺麗。アクリルナイロンモヘアアルパカ、この透け感もひっくるめてね、なんと美しいのこれ。綺麗な透け感ですよね。はい、綺麗。お色はこれ朱色みたいな感じで、そうですね。でこのあの袖のこの感じですかね、うんうん、これがちょっとこのぷっくりな、ね、この編み地でね、ちょっと透かし編みみたいな感じのね、モヘアのこの透け感がとにかく綺麗なの。ものすごくあったかいんですね、うん、この薄さなんですが、うん、ちょっと暖房ついてたら暑いかもと思うぐらいあったかいです、うんうんうん、でこの首元この辺まで、はい、そうですね、でたるませてこのぐらいのちょっと高い位置でいい感じで収まります、うんうん、であとショート丈のこの部分もポコッとこうする感じで綺麗にこういうパンツの上には収まると思います、はいはい、なんかお袖の太さもね、ちょっと両手を広げてもらっていいですかね。この感じも皆さん見てくださいね。いい感じですね。ちょっとこう下げた時なんかでもこのぷっくりした感じっていうんですかね、うんうんうん、これがすごく、うん、あのコンパクト丈と袖の感じが可愛いと思います、はいはい、いろいろ入っていただいてありがとうございます、はい、で、さすがに寒いので、うんうん、そうよね、さすがに寒い、普通は寒いよね。クマそれで氷点下2度ぐらいまで平気そうだもん。で、ちょっと、ピーコート、はい、うん、黒のブーツにかっこいいね、ちょっとこれ
ミリタリーな感じもするので、はいはい、ちょっとピーコートを合わせて着てみました、うんうん、でまたよりあの黒を着るとこの中の朱色も生きてきて、はい、うん、パキッとした冬が過ごせそうっていう、うんうん、そのちょっと透けた感じの透明感もひっくるめてね、いい感じです。その黒の重くなりすぎないっていう、うん、そうです、しっかり感の中にふわっとね、はい、柔らかさもあってで、はい、まるでおしゃれな人です。そうです、まるでおしゃれな人、バッチリです。はい、というご提案でした。はい、ではお値段お願いします。はい、はい、この足元の感じがツッと合うね。そう、このガツンブーツがすごいいいですよね、はい、ピーコート、セーターの方が 47,300円、はい、で、デニムが 18,480円、はい、でマレーラのコートが 99,000円、はい、でこのイタリアのショートブーツが 33,000円です。はい、以上です、うん、すっごくいい、ありがとうございました。はい、そのピーコートとそのブーツ合わせいいですね。いいです、はい、すごくいい、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、2週間ぶりの登場じゃないの。はい、こんばんは。はい、今日は、はい、ダウンパンツ、はい、それからオリジナルの後ろが V になっている、おー、いろいろ使ってきますね、はい、そして茶色のこれがキュンってこうなるんですが、はい、コートを着る前はちょっとセーラーみたいにガーンと開けました、うんうんうん、そして茶色のこの、はい、うん、ブラウンのね、はい、あ、ごめんなさい、ブラウン、はいはい、とブラウンのベルトで合わせてみました。うんうん、黒を1本ライン作っといて、そう、ブラウンをかぶせていく、さすがプロフェッショナルですね。やっとなんか黒と茶色を合わせるのが大丈夫になってきた、うんうん、今日この頃、うん、ですよね、なんせね、ブラウンのブーツがねなかったからね、今まで作らざるを得なくて、新たにね、はい、こんな感じで、はい、あの綺麗なトーンだと思うんですよね、うん、あの大人っぽくなりますよね、うん、十分大人ですけど、いやいやいや、あのね、おしゃれ、やっぱりおしゃれ、ね、感じいいですよね、うん、でまたこのニットの風合いがすごくいいんですよね、はい、アルパカも入っているし、はい、ウールだし、はい、ナイロン、アクリル、ケアルパカ、うんうん、着方でこうも違うのね、すごくいいですよね、はい、でこのあれはキャメル、うん、キャメルというかベージュになるんですかね、うんうん、色違いがあります、うん、これも茶色に合いますし、うん、黒にも合いますよね、うんうん、こんな感じですね、うん、とてもあのこう弾力のある不安っていう感じのものなので、うんうん、着ててすごく心地が良いです、うんうん、はい、それで、はい、この上に着るのを、はいはい、コートではなく普通のコートだとつまんないと、そう、そのこっちはもうひねってひねって、ひねるわけではないんですが、うん、ニットはカジュアルに見えたけど大人の着こなしですね。ね、これいいですよね。それで、うん、オレンジのジャケット、うんうん、私なんか今年、うん、あの何ラッキーカラーだラッキーカラーがオレンジなので、うんうん、オレンジに目がいってこのオレンジのコートを着ます。女王はある色全部がラッキーな色だねそうかなね、オールマイティーカモンだよね。そう、もう堂々と着ちゃう。かっこいい、かっこいい、こんな感じで、うん、こうやって着ちゃうのね。そう、セーラーから大きい襟から、うん、このスヌードをしたみたいな感じで、ね、うん、オレンジを着てこんな感じで着てみます、うんうん、小時に今日も少し話してって言ってるんだけど、うんうんと感心してどうですかこの着る感じ、どうでしょうか。はい、いや、かっこいいです。いいですかね、オレンジ効きますね。効きますよね、優、うんうん、しい色でしれっと左手首に、うん、そうそう、オレンジ、オレンジ見てた、俺見てなかったそうそう、オレンジのね、ものをベルトをしてました、うん、そう、ラッキーカラーなんですって、私の。そう、だからちょっといつも何色出てもラッキーカラーにしちゃうでしょ、力技で意識をしてこんな感じでやめちゃってもいいし、うん、止めても、ああ、それ面白い、ね、うん、かわいいですよね。
それ面白い。ちょっと襟の大きさが若干重いかなと思ってたんだけど、そう、こうやるとね、非常に面白い。はい、こんな感じで、寒い時はキュッと上げちゃって。なんてかっこいいコーデ、ため息が出ます。あ、本当ですか。うん、嬉しいです。本当にそう思います。はい、で、はい、これはまだグリーンがありますね。うん、お色違いが。うん、本当にかっこよすぎです。嬉しいです。頑張ります。うん、もう、はい、一生褒められ続けて、喜び続けて、そう、はい、幸せを感じる像ですからね。ありがとうございます。はい。はい、うん、ではでっいい、さらりとグリーンはいいですか、ね、あ、見せてください、はい、グリーンも着てみてください、ついでに。ありがとうございます。うん、今日は、シマークオリジナルのブラウンのショーレースアップのショートブーツとロングブーツが、先週も3日4日前かな、まだ2、3日か、あの2、3日前に入ってきて、あのバッチリ揃ったものですから、それをベースにした感じのコーディネートのライブをやっております。そうですね、はい、でね、これ取って、あ、グリーンも綺麗、綺麗ですよね、うん、茶色と合うのでね、はいはい、上にかぶせても可愛い。あら、もしかしてグリーンもラッキーカラーじゃない？かもかも。うん、知ってた、はい、こんな感じで、はい、グリーンがお色違いですね、はいはい、あ、かっこいい、かっこいいになります、うん、あ、いい感じね、いい感じですよね、これで、うん、締めて、まるでファッションのユニコーンみたい。ユニコーン羽が生えて飛んでいく、うん、こんな感じで着てもいいかなって思います、うん、ミューズとかヴィーナスとかいうのを飛び越してユニコーン、ユニコーン、はい、そんな感じです。はい、褒められてしまいました。女王、はい、その上のミルフィーユはないのって。この上のミルフィーユですか。いや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 、来ちゃったな、来ちゃいましたよ。はい、この上だったらこっちにしましょう。誰が言ってらっしゃるのかな、うん、想像できる人ですよね、はい、ビンゴです。ビンゴですか、おそらく間違いなく、はい、はい、お会いできなかった方です ね、 ね、今日ね、うん、そう、今日ね、そうです、お昼からだったら、そう、オレンジもグリーンも着こなして、さすがってね、本当です、ありがとうございます、うん、さあ、ファッションのユニコーンと呼ばれる黒のピーコットはありますかね、はい、はい、しかも速攻でやる、まるでショパンのような、モーツァルトのような天才性を持ってますからね。でそこまで考えてたりしたらもうすごすぎます。いやいやいや、考えてないです。はい、いや、そう思うんだけど、でもいつだって10個ぐらいはあれよね、先を見せね、コーディネートを作って、少々お待ちください。さらに重ね着しております、はい、これでいいかな、かっこいい、かっこいい、こんな感じで、そして極めつき、あ、グローブを、いやらしかばい、グローブを黒の上からどうでしょうかね。そりゃいやらしかばい、よかでしょう、うん、よかよ、よかよね、ちょっとペナルティですね、これね。お、完璧じゃない。そうでね、オレンジのバッグもあるんだな、はい、あっちゃ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 、いやらしかばいね。さすが、答えてくれるわ。じゃじゃん、あっちゃっちゃっちゃじゃじゃん、あっちゃっちゃっちゃ、かわいいですよね、何この人、やだ、いいですよね、小物で合わせるってね、かわいい、べっくらこいたっちゃよ。そう、これがあります。あー、ほんとだ、完璧じゃない、でしょ、あった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 、とことん、さすが、良いでしょうか、はい、もういいですか、このミルフィーユ、流れる石、さすがにいいですか、うん、流れる、ファッションのユニコーン、はい、はい、そんな感じで、でも、うん、エジプト5000年の歴史以上の、はい、はい、ファッションの神と呼ばれてる、はい、はい、あ、でも本当かっこいい、いいですか、うん、かっこいい、なんでもないんだけど、ね、一つ一つはね、はい、そのグローブがちょっとね、笑えるぐらいいい、いや、いいですか、うん、もう一回みんなにそれで見せて、はい、ちょっと、ね、じゃあ上脱ぎます、うん、うん、それ着た感じがいいです、はい、オレンジがちょっとこう距離感がパッてあるのがいいです、そんな感じでね、あっちゃ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 、いいですよね、このグローブが牛革、羊革、そうです、羊
羊ですか。羊です、うん、柔らかいですね。じゃあね、すっごく柔らかいです、うんうん、そして、はい、中がちょっとニットになってるので、はい、本当にあったかくって、はいはい、グローブのお値段、うん、これ、うん、安いですよね。そう、上たるゆえん、あっぱれ9900円。あら、あらでしょ、うん、すごくあのなんていうの、すっごく使えると思います、うんうんうん、中がニットになってるので指先まであったかいです。でもちょっとね、良くないこれ、トータルですっごくいいと思います、うん、かわいい、うん、もうその黄色のグローブはないのってああ黄色はない、探してらっしゃいよ。焦げちゃうか、黄色はないな、はい、全部黄色でしたもんね、はいはい、ちょっと、うん、来週モッチーさん、ね、宿命として、そうですね、はい、色味見本持ってって、うんうん、いざとなったら作ってらっしゃい、はい、はい、こんな感じです。あ、でもすごく素敵ね、めっちゃ素敵、いいね、はい、はい、バッグまであっちゃったのね。そうなんですよ、はい、はい、ということで、うん、かっこいい、お値段言いますね、うん、こちらのキルティングが、うん、はい、あのダウンパンツですね、うん、いい感じ、ボリューム負けしてないのね、ね、うん、が23,500円、うん、そしてこちらのニットですね、はいはい、タルタルーガのニットが25,300円、はい、そしてこちらのオレンジのレザーですね、はい、フードのついてる方、はい、62,700円です。はい、はい、そしてこのグローブ、うん、ね、が先ほど言いましたけど9,900円です、はい、そしてこちらのバッグ、はい、が、あ、同じく9,900円ですね、はい、先日見えたお客さんが、あ、十ヶ丘でか、うん、ここなんかたまにびっくりするぐらいリーズナブルがあるから嬉しいのって、おいおい、ね、そっちで嬉しくてどうすんのって、でもなんかね、はい、そういうのもひっくるめて楽しいって言われますね、はい、はい、ということで変わります、ね、ああ、どうかな、まだあ、黄色あるじゃん、ちょっと 見てブランデに聞いてみればあるか、あ、そうかそうか、聞いてみよう、ちょっとメーカーさんに、あ、あ、うん、はい、わかりました、じゃあ早速聞いてみましょう、ね、はい、あるかもしれないってことは、これがこういう感じで、あ、あの時、あ、本当に、じゃあ聞いてみます、あの時はどうかわかんないけど、うん、もしかしたら探していただければ、聞いてみます、うんうん、それもね、すぐぜひぜひ聞いてみますね、オレンジのお似合いです、コーデ完璧って、ね、あ、ありがとうございます、本当にかっこいい、相変わらず、はい、では負けじともっこ変わります、いい感じよ、帽子が、はい、あ、かわいい、こちらがですね、いい感じよ、いい感じですか、うん、顔も嬉しそうです、可愛いですよね、このブラウス、うん、入荷したばっかりのフライガールの、うん、はい、ブラウスになります、はい、めちゃくちゃ色が綺麗なのと、うん、ラメ糸が入ってて、これに1枚しかなかったんです、うん、ラメ糸が入っていて、うん、あのそのラメ糸がキラキラ実はしてるんですけど、はいはい、めちゃくちゃ綺麗な、うん、きれいきれい、ブラウスになります、すごい綺麗だこれ、すっごい綺麗ですよね、うん、なんかクジャクの羽みたいな、うん、あの色とりどり、うん、ですっごい素敵な、うん、ブラウスです、うん、素材はあのシフォンに近いんだけど、この金糸を入れたりとかこのプリントをかけてるので、このシフォンの透け感が、はい、モロ透けっていうことじゃないのね、そうですね、うん、柄が入ってるので程よく透ける感じになるので、はい、これがね美しい、うん、本当に品がいいし、うん、おしゃれなんかね、うん、ちょっとないドラマチックな柄ですし、うんうん、あの形も、チビフリルにシャーリングかけてて、うんうん、ここもギュッとあの、うん、ゴムシャーリングですね、オーロラみたいで綺麗、ね、いや本当に綺麗、これ本当本当、うん、襟のそのゴムシャーリングで作ったそのフリル襟もね、はい、自然に綺麗、効いてますよね、すごい、あのもうスポット着るだけなんですけど、むちゃくちゃ着やすいです、うん、なんか全体のコーディがめっちゃかっこいいじゃない、なんか思いがけず、うん、いい感じに、うん、ブラウンのブーツのおかげかと、うんうん、
ミラノコレクションの子供賞みたいな感じでね。ちょっと子供賞できたんですか。子供賞ができた。いつの間にか、はい、子供賞ができちゃった、はい、ザ・モッコ賞ですよ。はい、今まで黒いブーツで合わせてた感じだと思うんですけど、はい、うん、ブラウンのブーツにすることでまた雰囲気がちょっと変わるような感じがします。結構すごくいい、綺麗ですよね。綺麗綺麗、なんかとっても、うん、で今回ブラウン作ってよかったね。本当にしばらくのコーディネートがさらにかける2倍、はいはい、今までのね、はい、最強無敵だったと思って自負していたんですが、さらに2倍増量、うん、ユニクロの 1.5 倍増量よりうちの2倍増量はすごいよ。すごいです。はい、でベルト、うん、ちょうどインしたので、うん、ベルトをと思ってサッシュベルトのブラウンをしたんですけど、はい、うん、このサッシュベルトのブラウンもめちゃいいです。プリントに金糸が効いててゴージャス、大人の女もっこ、あ、子供賞とは言わせない。おお、そうだよね、はい、ありがとうございます。タイ人と呼んじゃう。タイ人国籍が違う、うん、超ショートは初めましての素敵なコーデのモッチーさんも流石よ。すいません、さすがよ。私物使っちゃってすいません、うんうん、違う、いい感じよ。はい、で、ベルト、このベルトもすっごいいいですよね、はい、そうなの、色合いがね、今回全部同じ牛革でやってもらったので、うん、ブーツの、まあ、少し若干光沢と、うん、こっちのサッシュベルトはマットな感じなんですけれど、うんうん、まあ、どちらにしても色合いが掃除色なので、うんうん、ほぼすごい使いやすいし、うん、なんというか客観的にうわこの人素敵って思われるような、ほとんどベルトとバッグ、あ、ごめん、ブーツが同じ色になってますね、はい、黒もそう、ね、こちらのブラウンもそうです、うん、いつも言うようにポイントポイント距離を置いた感じで同じ色があると、うん、もう完璧にデザインのバランスは最高に取れるので、うん、スーパーおしゃれをもうそれだけで演じてもらえると思います。はい、本当におすすめです。テンション上がるよね、やっぱり上がりますよね、うん、ブラウンなんか色を揃えてこうやっているだけで、うん、なんかテンション上がります、うん、はい、ロングスカートと合わせてももう絶対素敵ですね。もちろんです、バッチバチです。はい、もちろんです。さて、あなた、それでまさか冬の外に行くわけじゃないわよね。欲しいの、ロングスカート。あ、はい、ありがとうございます。ね、ね、あ、すごい。街で見かけたら二度見しそうなおしゃれコーデって。あ、ありがとうございます。ね、こういうブラウス本当に何でも使いやすいので、うん。そうなると本当に女らしいエレガントな感じ。都会派エレガント。タイト系でももちろんですし。こっちはちょっと元気なやんちゃコーデ。はい、何でも着るのかな。そうですよね、うん、でこれに、はい、まあ、ベージュキャメル茶系はもちろんなので今日はあえて、ね、違う色にします。何着るんだろう、引っ張る引っ張るブーイングだったりしてね最後それかいみたいな。はい、こちらです。もうちょっと先に拍手してこう似合いそうだ、ね、なんだか着丈もね、ちょっといやらしいぐらいいい感じだと思う、はい、ほら合わせちゃった。合わせてこのかっこいい、フランスの中にもこのブルーみたいな色は入っていまして、うんうん、なのであえての、いやいや、もうあろうがなかろうがいい、綺麗、はい、まさか今日のそのショートパンツの着丈に合わせてコートちょん切って合わせたわけじゃないわよね。そういうわけではないんですけど、うん、あ、いいね、はい、こんな感じにしてみました。短いコート、ショートコート、要するにハーフコートの中にピシッと収まるボトムの丈って、はい、これはかなりハイカラよ、うん、ハイカラですよね、うん、ハイカラさんです、ハイカラさんですね、うん、なんか、いや、いいな、やっぱこのブラウンのブーツがあるからこそ、うん、このブルーがまた違う感じで楽しめる、うんうん、ね、黒で合わせるのとまたちょっと違う感じかなって思います、うんうん、なんか気分が上がるよね。上がりますね。両手を広げてビルの9階からバタバタやってごらん。あ、また、うん、またこうやってきっとなんかいけるよ、うん、あ、本当ですか、うん、気持ちは今度こそ、はい、本当、うん、何回も落とされてるような気がする。いやいや、マジでいいですね。ね、素敵ですよね。なんか新鮮な色合わせになります。うんうん、
黒でやったらそれはそれでいいんだろうけど、うん、もっとパキッとなりますもんね。パキッとなりますね、うん、また全然雰囲気違うので、うんうん、なんかちょっといいかなって思います、ね。神にセクシー、おしゃれコーデってコメントいただいて、はあ、ありがとうございます。ちょっと嬉しいんだな、ね、年に1回1回だそうだ、今日もう年におしまいだからあれだよ、クリスマスプレゼントだ、サービス、うん、サービスだ。この1年言われてないしなって感じで、優しさの言葉コメント、これはそう受けてると、もういただいておいて、ね、ありがとうございます栄養になります、うん、クリスマスプレゼントが、はい、ありがとうございます。なかなか自分では選べないコーデ、生見てて美しい、うん、楽しいです。そうです ね、 ね、うん、ありがとうございま す、ね、はい、やっぱりいろんなイメージを見て、好き嫌いは当然ね、うん、あると思うんですけど、うん、それを妄想を入れながら、うん、また自分のものにね、うん、してたりとかいうこともひっくるめて楽しんでいただくと、うん、また心豊かにファッションを楽しめると思いますから、うん、ぜひぜひね、私は着ないけどこういう感じいいわねとか、はい、そういうバランスとかそういうことをちょっとこう、はい、目視しながら楽しんでいただけると、またファッションのね、はい、奥行きも幅広くも楽しめると思います、ね、本当に可愛いですよね、うん、こんな感じで、うん、いいと思います。なんかね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いですよね、うんうん、これはもうあれだよ、ミラノコレクションのアリコの子供ステージでショーができるまた子供ステージです誰が見るんだろう、あ、お姉ちゃん可愛い素敵って、誰が見てくるんだろう、うん、あのショーの本番を見てるバイヤーの人たちの子供さんたち、あ、本当だなんだかでもすんごい素敵だよ、素敵ですよね、うん、意外な色合わせが。もう一つ難題を投げていい、はい、バッグは、バッグね、ここでこけるな頑張れ、なんかこうすんごい素敵だよ、バッグがね、うん、意外にそんなにブラウス素敵、着ればよかったです、うん、はい、あ、失礼しました、でもワンピースよかった, よかった何でしたらブラウス2枚ありますからね、そうですね、はい、あれか、どうです、ありがとうございます。今日は、シマークオリジナルでブラウンの牛革のレースアップのショートブーツ、そしてレースアップのロングブーツができてきて、いますので、そちらをメインにした形でコーディネートを組んでやっております。はい、はい、でちょうど焦げ茶のバッグがあんまりなかったのでこちらにしたんですけど、はいはい、これあのちっちゃいポシェットあるじゃないですか、はい、シュガーホリデーさんがさっ て、 さあこの後は何でしょう、みんな想像してみてください、めっちゃ気になりますね、さようならさようなら、そうさようならされちゃ う、 そうあのこれめっちゃ可愛い、これはこれで素敵なんですけど、うん、いいすごくいい、ちっちゃいポシェットがあるんですけど、うんうん、それをかけても可愛いかなと思います。こちらがムートンバッグ、焦げ茶のムートンバッグです。それこそ君に選んでもらったのモッチーさんが選んでました、うん、はい、こんな感じでなります、はい、ね、なんか真面目にすごい素敵ね、うん、真面目って言ったらいつも真面目、あのネタとかね、はい、相方とのこう笑いのネタ取りじゃなくてマジでいいと思う、いいですよね、はい、カチッとクラ、はい、クランチでもいいと思います、クランチね、はい、そうなんですよ、ないのよね、そう、5号店様にある、スペシャル5号店、スペシャル5号店様にある感じがいたします、はい、はい、そうだね、足りない時はお借りするとか、はい、本当でもいいね、いいですね、綺麗、はい、こちらのお値段いきます、うん、はい、同じ柄のワンピーも存在感あって素敵でした、うんうん、ね、素晴らしかったですよね、すごい良かったですね、はい、あのでもこれ本当このブラウス、うん、上に着るコート割といろんな色が合わせが良いと思います、うん、ジャケットもそうですけど、うん、いやでもいいね、ブラウンにブルーのね、うん、合わせ、最近このイタリア的なさ、はい、典型的な色合わせ、
国内でもね、うんうんうん、割と注目されてき始めたけど、どっか無理があるじゃん、うん、ブラウニャ、ね、ブルーを今年合わせましょう、これがね、イタリアのモード的なコーディネートよとかいう雑誌とかも多いけど、そんな、なんかこう肩腹痛い感じ、こういう感じで合わせてもらうとスペシャル、すごく自然ですよね。そう、そう思います。めっちゃいいよ。めっちゃいいですよね、うん、まずこちらのフライガールのブラウス、はいはい、これ今着てるのが XS で、他に、はい、あとは M があります、はい、で、こちらが 25,300円です、はい、でこちらのショートコートが 52,800円、うん、ブーツが 36,300円でございます、はいはい、あとベルト、こちらのベルトが 8,690円です、はい、サッシュベルトになります、はいはい、そんな感じです、うん、すごく良い、すごいいいですよね、うん、すごく良い、はい、ありがとうございます。すごくいいよ、そんな襟の太もいいね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。あ、貴重なワンピースです、うん、ね、ね、これもこれ綺麗な、うん、イブルースのポリエステルのワンピースになりますけど、はいはい、またなんかブラウンで合わせるとまた違うんですよね、うんうんうん、ティアードなのになんか妙な可愛さがなくて、うん、綺麗なドレスな感じの、うん、そうですね、すっごい、うん、いい光沢と、うん、あといい透け感、うん、なんでちょっとなんかクリスマスに向けてイベントがある時とかいいのかなって、うんうん、でウエストゴムで、今ちょっと一体化しちゃってるんですけど、うん、キャミソール型のペチコートがついてきますので、うん、はい、まあ、カットして使うと脱ぎ着もしやすいかなです、うんうん、あとは後ろはボタンなので、うん、1箇所、うん、かぶって着る感じになります、うんうん、で素敵なのは、うん、ここから腕のラインが、うん、嫌な感じじゃなくてチラッと見えるところ、うんうん、こうやって広げると腕のラインとあと体のラインとがチラッと見えて、まあストーンとした感じ、動くとそよそよ揺れてくれる感じも、で、あとなんかこんなポリエステルあるっていうくらい、なんかツルツル、なんかスベスベな感じなので、またなんか今までとなんか触った感じが違うのでね。そうそう、ね、ちょっとシフォンなんだけれども、うん、シフォンの中でも織りがね、クレープ状の感じの織りになってて、その目がベタな感じで、うん、独特だよね、うん、コーティングかけてるわけじゃないんだけど、少しコーティングかけてる感じ、うん、あとは袖、ここがちょっとふわっと膨らむように、うん、はい、ここでつまんであって、はい、ボリュームを出すようになってます、ね、よくできてるね、なんか着るだけでおしゃれになれる、うん、ワンピースになります、うん、っていうかね、綺麗よ、もうティアードって本来こうや、こうは、うん、こうやって、うん、女らしいはずなのに、ここ2、3年ティアードってなんかこうだらしなくずるっとね、うん、ずるっと着るような感じの2段、うん、3段のね、なってて、うん、ちょっとがっかりっていう感じなんだけど、本来こういう綺麗なものでデザインが、なんか古いけど落ち感があるから、うん、嫌な膨らみにならないし、うん、だらしなくもならないし、はい、って言って、はい、着るとテンションが上がるワンピース、ね、はい、うん、それとやっぱりこのふわふわ感っていい生地でないと出ないのよ。同じデザインでベトってしたね、安いポリとかでやっちゃうと、うんうん、ベタベタベタなのよ、うん、なんかこう空気を含んで動いてくれる感じとかがあるので、この辺がやっぱり生地からそうです、そうだなってすごい感じました、はい、大きなお花柄になってます、はい、羽衣と極端に言うとね、うん、毛布毛布、羽衣ですね、うん、これは、ね、そう、羽衣で作って、これを毛布で作るとどうなるか、見られたもんじゃないよ、うん、そんな違いがあります、ありますね、はい、で、ここの部分は黒なんですけど、はい、ただちょっとうっすら透けた感じ、うん、シフォンなので、うん、黒すぎないので、うん、なんかこの茶のブーツと合わせた時に、うん、こう妙な一体感あるなっていうので、うん、はい、バッチリだなと思って、うん、これにはこれ合わせたいなと思って、うん、ロングの方履いてみました、うん、で、あとコートはもうこういう格好なんで、うん、まあどっかに行く体でカジカジ行って雪が降ってない限りいやいや、
あのこれはさすがにちょっと薄手だから、あのあね、そう決まったか、ベアコートね、ベアコート、テディベアコート、テディベアコート、これでもうお出かけはバッチリじゃないですか。あれまだ1枚あったんですか、これありましたね、この色ありましたね。もうガオカね、ガオカなくなった。いや1枚、あ1枚か、あじゃあ希少価値がある、2枚あるんだ、追加で入れてもらった分があって、うん、あのこの色がもし気になられている方がいたら、うん、もう本当本当にラスト2枚か、うん、自由が丘と、うんうん、あの2号店にございます、ね、で圧倒的に一番人気だった ね、一番人気でした、はい、あの1号店に入った分はもう色違い買ってくださった方、うんうん、あまりにも安くて形が綺麗だから、うんうん、もう1枚欲しいって言って買いに来られたから、ね、うん、そう、その翌日にちょうど入ったので、うん、そうご案内できたんですけど、うん、襟の大きさもいいよね、ね、バッチリですし、はい、あとまあ閉じてきた時に、はい、あの裾にかけてすぼまる、はい、あのすっきりとしたシルエットが、はい、あの素敵です、とても。で、うん、もうかなりふくらはぎの、私は151だからかもしれませんけど、うん、ふくらはぎの下くらいまで長さが来るので、うん、なんか足って結構冷える、うん、ですけど、ここまであるとムクムクかなとは思います、うん、もうこのボリュームありますし、うんうん、あの裏地もついて風も通さないですし、うん、この感じで、うん、あの着てもらったらいいかな、うん、まあ、ちょっといいポイントは、はい、裏地がもうちょっと内側からついてるんで、私みたいに手がそんなに長くない人は折り返したりっていうアレンジもできるところも、うんうんうん、ね、あのかなりポイントになります、はい、私だとこのぐらいだとちょうどいいかな、うんうん、そうなので、うん、これがこっちはキャメルと、はい、このベージュ、うん、薄ベージュ、あともうグレーがあと1枚ガオがあった、グレーがあと1枚、あ、うん、じゃあグレーがあと1枚だ、グレーが1枚、ね、うん、これは1枚ずつあるか買ってね、うん、ありますね、はい、定番っていうかね、うん、これが1番のマックスマラーの色ですけどね、うんうん、なんでこの色とこの色と、うん、もうだいぶ印象がこれで、うん、違うんですけど、うん、そうそうね、なんでまあ、はい、いいですね、こういうので楽しむのも、はい、ちょっと着こなし、ね、くまちゃんお似合い、あほのぼの、うん、そして綺麗なワンピース、年末年始のイベントへの期待が膨らみますね、本当です、いやまるで女らしい、あまるで女らしい、はい、はい、ありがとうございます、まるで女らしい、アザブダイヒルズでディナーという感じかもかしら、キャーいいですね、うん、居酒屋のそこら辺のな、私はバーカイザーワインバーだね、うん、ですねそうなので、はい、値段ですが、はい、このイブルースのワンピース、ここ、はいはい、ゴムなんで、あの、うん、お食事したりしても楽ですし、うん、あの体のラインがピタピタに出るデザインじゃないので、うんうんうん、ね、たくさん食べられます、女性的にはポイント高いね、はい、高いですよ、目いっぱい食べても全然ここ苦しくないから、そう、うん、当たらないけど、うん、あの綺麗なラインのまま、うん、ね、食後も消化、はい、ね、すっごいワンピースだね、そうです、すごい機能的であります、はい、でこのイブルースのワンピースが64,900円、はい、でボアのテディベアコートが32,780円、はいはい、であのブラウン の、うん、このレースアップのロングブーツが、はい、36,300円になっております、はい、本当に出来がようございますよ、はい、ね、こちらのオリジナルのワクワクしますね、こういうの着ると、うん、嬉しそう、なんか特に何もなくても、うん、なんかウキウキしました、うん、でもそれ着ててもさ、なんか缶ビールとか、うん、中杯、缶ビールとかもうちょっとちゃんとワインっぽいとこ行きます、あ、そうか、はい、そういう、ワンカップ大関とか今あるの、 ありますよ、まだあります、そういうの持って帰れそうじゃん、いやいや、これ着てはやりませんよ、さすがに、はい、失礼しました、はい、ありがとうございます、はい、ます、お、鈴木さんはまたちょっとマニッシュにかっこよくさらっと、うん、反抗期を出して、うん、ブラウンのロングブーツを履いてみるコーデに、あー、いい感じじゃない、いたしました、うん、もちろんあの黒でもこの感じって別に大丈夫だと思うんですけども、でもあのこの黒のパンツのこの延長にこのブラウンっていうので少しこう柔らかい優しいイメージが出るのもちょっとあの自分にとっては新鮮な感じでした。で、イブルースのこのジャケットにちょっとこういうあの
セーターの色に似たような感じが入っているので、ちょっとあんまり着ない、うん、落ち着いたこの赤を着て、はいはい、で素材的にそのゴツゴツとした感じではないので、もうこれがトップスみたいな感じの、そのカジュアルにセーター1枚とあんま変わらないような気分で着てみました、うんうんうん、でちょっとこれが寒いので雲だったらそれがもう防寒のコートになる。そうですね。なんてなんてあの去年のイメージがね、俺には衝撃的でしたもん。雪降ってるのに大阪王将までカーディガンで行っちゃった。しまく12月中旬だというのにまだ新作バシバシすごいね。で、ね、ちょっと寒くなってきたところとして。すみません照れます。はい。ティーラベントのこの、うん、ファーのついてるこのコートを着てみました、ね、いいね、でブラウンとのつながりもあり、はいはい、このちょっと、うん、面積広いですけど、うん、このお色味の感じと下の足元の茶色で、はい、そんなにこう、いやいやガツ腰っていう感じはないと思うんですけども、バッチリかっこいい、うん、その襟周りがね、顔周りが綺麗に効いてますね。全体にこうなんていうんだろう、優しくなるかな、マニッシュな感じがね、うんうん、割となんかキャッチッとした感じが和らぎますね、うんうん、という感じでちょっと、はい、あの茶色の提案、はい、もちろんこの黒でも全然大丈夫だと思うんですけど、はいはい、茶色を履くことによってちょっとこう印象がまた新鮮に感じるっていうところで着させていただきました。いや、あのいい感じ、とてもいい感じです。ありがとうございます、はい、この感じ好き、うん、な感じです。はい、はい、バッチリです。で、お値段の方ご案内いたします、はい、このベビーアルパカのセーターが 23,100円、はい、23,100円、はい、でイブルースのジャケットが 69,300円、はい、69,300円、でこのレザーフのデニムが 14,080円、はい、で、ティーラベントのこのコートが 121,000円、はい、でちょっと短ボです、はい、こちらのミニのラップ風のタイトスカートでセットアップにもなりますね。はい、この感じもまたスーパーおしゃれです。こうした方がいいです。この感じですよ、ね、はい、そうですね、この感じもいいですよね。バッチリ差し色の赤がよくお似合いです。ありがとうございます。ね、よく似合ってますよね。いい赤でしたね、これ。いい赤、いい赤という感じで、はい、ありがとうございます。いい感じです。はい、どうもです。どうも。あら、もうラスト、もうラスト、早い、早い、はい、ラストです。いきます、はい、うん、グレーに、うん、グレーのこのサイドにポッケがついている、うん、もう下が、うん、あの閉まってる、はい、何ゴムで、はい、閉まってる、はいね、パンツ、はいはい、それにこの、はい、あのなんだカシミヤ100ね、カシミヤ100、そうそうそう、100の、はい、あのニットを着ています、はい、ね、さーっとしてんだけどかっこいいですよね、この分量感が。そう、なあ、ごめんなさい、うん、ちょっと、はい、この感じでとっても綺麗。そうそう、この感じが好き、この感じが好き。いいですよね、すごくね。よかったよ、とってもよか、お名古屋ね、それでグレーに茶色で綺麗ですよね、はい、グレーに茶色っていうのでイメージしてやりました、はい、それでこれだけだと寒いので、うん、寒い、寒いよ、そう、寒いです、うん、風邪ひくがよ。そう、だからこのピューテリーのロングジレ、はい、茶色の、はいはい、でこうやって着ててもいいんですけれども、うんうん、襟がなんか襟巻きとけてみたいになってしまって、うんうん、この上からなんか着る、この上から着ません。、はい、下に着るんだったら下に着ますけれど、うんうん、はい、これあったかいんですよね。そう、もう見るからにね、うん、でこの丈がいい、長くて、うん、でこれを全部締めてしまって、うん、ちょっと開いてるとワルに見えすぎるので、うん、どうしてもワルよ。しまって襟をちょっとこうして、ね、上グレーかけるブラウンすごくいいって、ね、もう王道ですからね。ね、うん、いいですよね、うん、こんな感じで遊んで着るのもいいんではないですかね、うんうん、いや、もうとにかく素敵ね、はい、こんな感じです、はい、
そう、こういう遊びの着方もいいかなと思います、うんうんうん、全部茶色でまとめてるのでね、はい、あれさっき遊びじゃない着方してませんでした、はい、してました、してました。で、そうそうそう、それで、うん、これだとね、うん、ちょっと腕も寒いしっておっしゃる方いらっしゃるかもしれないので、うん、王道の、うん、もうきちんとしたね、うんうん、着方でコートを選びました。いじりたい。よいしょ、ねね、この好きなマレーラのこれは羊毛ナイロン、ね、はい、グレーオングレーオングレーですね。やってみました。かっこいい。こんな感じで、うん、ここの裏がねこれですね。さっきね着てもらったんですよ。そしてやめることにしました。あ、本当に女王に現物店のキラキラの黒ワンピ着てほしかったわって。なるほど、キラキラね、怖かったです、はい、もうそれやめましょうって言わせてもらいましたね。そうなんです、こんな感じで、はい、あ、いいな、もう王道ですね、うんうん、あ、いいわ、こんなかっこいい人は本当に。こういう感じでもう何も考えずに結んでみました、うん、今更ながらもういいですよ、ね、スペシャル、うん、かっこいい。この襟を立った感じのね、はい、裏がチャコールグレーになってるところ、はい、ね、うん、でヘリンボンがこのグレーとちょっと白、うん、真っ白ではない、うん、何よりやっぱりこう常に冬のコートは素材感が大きいですよね。大きいですね、うん、素材ってありますよね。あ、絶対ある、わかりますね、うん、もう1万着ぐらい着てきたからわかるでしょでも本当コートはね、はい、でもシマー君はみんないいので、うん、はい、どれを取ってもあの、はい、コートを着れば決まってしまうっていう感じにはなりますよね、はいはい、決まんないと着るのを許さないみたいな、ね、感じですもんねいやーこれ投げ捨てるそう、投げ捨てる女よ。でも、はい、こんな感じで全身、うん、はい、あのでこれで黒を持ってくるとちょっときつい感じになってきますよね、はいはい、でも茶色で持ってきてるので、うんうん、こう女子らしい雰囲気にはなるかなと思います、うんうんうん、でこのポイントポイントの締めが先ほど来言ってますけど、同じブラウンのそのルーズベルトと、はい、はい、このレースアップのロングブーツ、ね、ここで同じ色合いのブラウン焦げ茶で締めることでこのグレーがより生きてきますね。生きてくるっていう感じです、ね、はい、黒黒でも絶対かっこいいんだけど、うん、ブラウンのがちょっと優しいかな、優しくて、ね、なんかモダンな感じになりますよね、はい、はい、うん、王道大好き。あ、いいですね。さりげなくこんな着こなししている方がいたら確実に目で追うわってね。でなんか蹴飛ばしたくなりますね王道だけどモードなのよねって、うん、今日のね話のまんま、そうなんです、そうなんです、はい、とてもいいと思います、うん、王道は王道であることのやっぱり意味ってあるじゃない、うん、シルエットであったり、はい、柄であったりとかね、例えばこういうヘリンボンも王道じゃない、そうですよね、もう昔ながらのね、そうですよね、はい、じゃあヘリンボンそのものが古いかっていうことではないんですね、うんうん、昔ながらずっとあるものって人の心にいつでもうわいいよなって感じさせる何かがあるんですね。なるほど、その何かっていう部分を生かし続けてそこに今を表現する、襟の大きさであったりとか肩の袖付けだったりとか身幅の繰り方、アームの広さ、そういうことをひっくるめてやはり王道伝統的な美に対して普遍的な美ですね、それはね、新しい何かをやっぱりこうのっけ替えていく。ボルドーのゴートまだあったら着てみてって、ボルドーのコート今日売れましたね、出ちゃいました、はいはい、出ちゃいました、よかったんです、はいはい、うん、こんな感じですねかっこいいっす、はい、はい、じゃあお値段いきますね、はい、そうなんです、今日ねボルドーのコートをね着て一式全部着替えていかれて本当にお似合いでしたね、はい、ぴったりでしたね、はい、はい、じゃあいきますね、はい、こちらのレスピーギのパンツですね、はい、こちらが3800円、はい、それとこの、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、おいおい、こっちグレーのパンツ16280円ですね、はいはい、でこっちのニットが3800円です、はいはい、
そしてレースアップのこのロングのブーツ、はいはい、36,300円、はいはい、そして、はい、こちらのベルトですね、はい、が10,780円、はい、そしてこちらのマレーラのコート、はい、121,000円になります、はい、素敵でした、よかったって、あのボルドのコートだと思います、よかったです。でラストこれちょっと今15億から持ってきたので、はい、その上に、はい、んこれ、うんうん、あ、じゃなくて、うん、そうそうそう、はい、いいんですか、はい、うん、これはもう売れたのよ、これはこれを褒めていただいてるの、あ、うん、で今日ちょっと私があの昨日そう15回転に送ったやつを今先ほどコトキ持ってきましたのでちょっと着てみます、はい、着てみますね、はい、よいしょ、取れない、そう、王道ってやっぱり普遍的なものの、そうですね、はい、いつ来ても、はい、いつ見ても素敵ですよね、ボア着ても似合っちゃうわ、こんな感じでどうでしょうか、はい、こちらですよね、この感じのままでいいじゃないね、うん、こちらの感じかな、はい、おー、良い良い、良きです、いいですか、はい、こんな感じですよ、はい、あららら、見てください、うんうん、バッチリです。いいですか。はい、でここに、うん、あのホックがパチンパチンとついてるので、はい、こんな感じになりますね。はい。かわいい。かっこいいですね。うん。うん、いい感じですよ、うん。顔が喜びまくってるな。はい、本当にわがままです。気に入らないと絶対顔が喜ばない。いい感じです。そう、お客様に勧めもしないもんね。はい。いいです。はい、ありがとうございます。はい。大丈夫ですか。うん、素敵です。はい、おしゃれって。はい。じゃあこちらはお値段いいですか、うん、あ、わった、うん、おとびおき、はい、大丈夫ですね、はい、はい、はい、じゃあ、私から終わります、はい、ありがとうございます、あ、気がつくと3人ちょっと赤みがかった感じになってきましたね、赤みがかってきました、うん、ほらほら、3、ミス組、ミス組、うん、女王負けるな、赤っぽいのなんか着るみたいな、はい、失礼しました、オレンジが、うん、オレンジが、はい、はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました、ありがとうございました、いろいろ新しいものもよく入るねあの今オンタイムのものもいろいろあるので、はい、ぜひぜひあのお店でご覧ください、うん、ですね、あと明日は自由が丘の、はい、新子の部屋の、明日、明日か、明日ね、新谷さんに、いいね、あ、じゃあお休み、あ、すいません、ちょっと明日お休みで、うん、月曜日で、月曜日は、はい、ちなみに、月火水とちょっと韓国に出張に行きますので、うんうん、月曜日のライブはなしです、はい、で水曜日も自由が丘が、はい、月水なしです、はい、で次は木曜日のライブになります、はい、はい、そういうことですね、お願いします、いろいろいいの見てきます、はい、はい、じゃあ、OK、4人みんなファッショナブルですねって、うん、ありがたいです、ございます、クリスマスプレゼントだと思います、はい、ありがとうございま す、ね、楽しいです、はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました、ありがとうございました、いきます、はい、This is the ファッション、今日もありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、明日ちょっと休みか、そうなんで、レッキング